里崎チャンネル。ジョン。松山英樹選手、マスターズ制覇おめでとう。いやすごかったですね。今日も朝から来ましたけども、15番で、2打目奥の池に入れた時はどうなるかと思いましたけども、まあ、終盤ねちょっとドキドキしながら見てましたけど、いやマスターズ制覇、いや見れると思わなかったですね。いや応援はしてましたけどね、もちろん。まあでもすごいね、これはもう国民栄誉賞的な、もうそれに等しい、もしくは上げてもいいぐらいの快挙だと思うんですよね。だからそう考えたら野球世界一になってます、 WBC で。女子野球も世界一になってます、世界選手権。サッカー女子ワールドカップ優勝、ゴルフ女子渋野さんがね全英で、松山君がマスターズ、大坂なおみちゃんがねメジャー大会、どんどん四大大会制覇しちゃう。 やばいね日本のスポーツも。だからあとは生きてる間にラグビーのワールドカップ制覇と、あとサッカーのワールドカップ制覇見たいですね。でもね、その松山選手も日本人初、もちろん四大大会ですね、メジャー制覇で、しかもマスターズは大陸別アジア初ですからね。それが今成し得てるから不可能なことはないんですよ。だから生きてる間に、まあ、ラグビーもねこの前の日本のワールドカップの時はもうすごいね躍進ありましたし、まあ、サッカーもね続々とね海外でプレーして選手のレベル上がってると思うんで、あとはやっぱりこうワールドカップ男子ラグビーサッカー世界一みたいですね。いや今日はいい朝ですね。ということでさあ今週もやります、総チェック、ね、月曜日恒例です。4月9日10日11日、総チェックです。さあということで、ロッテ対西武、9日4対7で西武、10日6対2でロッテ、そして昨日11日2対1で西武、西武の2勝1敗勝ち越しです。まあ西武はねもう全体的に選手が怪我で続々いなくなるんで正直きついですね。山野辺選手で若林選手もねいいところで自打球でも、その中若獅子の躍動感溢れるプレーグッズ、ね。まあ、金曜日からね見てみるとね、4回裏ね高橋君はちょっと配球がね変化球に偏ったかなっていうところで、まあその中でもね対左アウトコースのねカットボールスライダーでフォーク、こう制球悪くねストライクが決めきれないっていうところが厳しかったですね。でしかも先頭ね安田にフォアボール与えてワンアウト一塁、山口にね、カットストライク、フォークボール、カットボール、ストレートボール、最後カットボール、スリーボールワンストライクから、もうここはね解説しましたけど、まあもうアウトコースのストレートからねカットボール、もうここ思い切って振れるかどうかっていうところで山口選手がツーランホームラン、プロ入り初、ゴーッ。左バッターがホームラン打つようなの放物線を描くあのポール際のホームラン素晴らしかったですね。でロッテは5回裏にね藤原がレフトでツーベースで、荻野ねセカンドゴロでランナー三塁、あショートゴロかセカンドベース寄りのねショートゴロでランナー三塁でしっかり進塁して、でマーティンフォアボールで、中村のねショートゴロ併殺崩れの間に一打 で6回裏もね山口フォアボールで、ダイソーで岡が盗塁して藤岡バンドで、柿沼のねサードゴロ、岡ギャンブルスタート、これ何よ、もうエンドラン的な、もう柿沼はもう最初からゴロを打つようなイメージ、しかもその前にネクストでコーチから声かけられて、もう当てに行くバッティングで岡はギャンブルスタート、これ作戦のようなね、もうわざとゴロを打ってギャンブルスタートみたいな作戦のような形でね、まあ1点をもぎ取って、まあねタイムリーヒットは打てずとも、こういうチャンスで1点ずつ取ってきたことがね勝ちに繋がったかなと。で、二木はね、ストレート、変化球ともにね、コントロールグー。特にね、アウトコースへのね、対角線のストレート、あとスライダー、フォークボール、非常にね、良かったんじゃないのかなと。で、逆にね、8回表、小野投手、三振球で満塁、バーッと。こっからよ、ウーネンティンセンター前2点タイムリー。で、一塁、ダイソー騎士、グーッと。このダイソー騎士の判断が素晴らしかったですね。で、これがね、三塁へそのまま、このセンター前でね、行けたっていうところも大きかったし、で、相手がね、ワンボール、ツーストライクから、ストレートね、真ん中入って、逆転のホームラン。いや、俺はもう解説してて言ってたんだけど、まあ、ここは普通にスライダーですねと、変化球合ってないんでって言ったところね、小野が首を振って、ど真ん中。俺はもう現役の時から言ってた。首振って投げるんだったら、もっと責任持って投げてほしい。しっかり。だから首振ったんじゃないのと。それがど真ん中入って、タイミング合ってるところね。あれ、スライダー行ってれば、うまく抑えて、だって次の日はね、あのカラカーがね変化球で相手をね三振取ってんのよ。でああなったらね変化球で取れるのに、あそこはねちょっとジャッジミスだったと思う小野のね。で逆転されて、
まあ、両チームねフォアボールがねキーになったかなと、まあ、西武もねちょっとフォアボールからの失点で、まあ、8回小野のね3四死球での満塁っていうところで、ね、まあ、ロッテは完全に勝ちゲームを落としたっていう雰囲気悪くなったですね。まあ、でも西武はねこのね愛とも含めて若手選手のねフルスイングなんかね当てに行くことなくしっかりとスイングをね強いスイングをして育ってきてる、まあ、見てて気持ちいいですね。ああいったところがねホームランにもねつながっていくのかなと。で10日、6対2でロッテね、これはもうマーティンの2発でトントーンってねもう早めの勝負を決めて、まあ、西武はね結局ねフォアボールミスでね、まあ、負けていくっていうね、まあ、3回裏ワンアウト2塁レアードフォアボールで山口ね初球ワイルドピッチ森の股抜けね股の間を抜けてワイルドピッチバーッとねですからの山口がねライトへ2点タイムリーで、7回裏もね2四球で、ね、田村のバントねフィルダー消失で荻野がね押し出しねでピッチャー宮が8回裏、フォアボールからの1失点バーッと結局あの西武四死球10個ですね。まあ、これがもうずっとこう続くねこのフォアボールの多さっていうところが、まあ、そういったところやっぱ改善していかないとなかなかね、まあ、勝負にいけてないからね。ここはもうコーチ含めて選手たちのねもっとこの練習からしっかり取り組んでいかなきゃいけないんじゃないのかなと。で4月11日1対2で西武、こちらはなんと平井グッピッチ素晴らしかったですね。まあまあ、こういったところでねしっかりフォアボールを少なくね平井が攻めていける、ね、っていうところがね、まあ、前回前日までと大きく変わったところだったかなと。確か平井はねフォアボール1個だったと思うんだよね。そう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 、7回99球5安打8三振1四球、ね、この1つのフォアボールこれがねいいところのねピッチングにつながってるかなと。で今回もね持ち合い通りね左右に動かしながら左ねバッターのアウトコースからねこうスライダー曲げてくるっていうところもねすごかったかなと。これね特にあの、まあ、マーティン安田に対して外のねスライダーそしてこの落ちフォークボールシンカー気味のねこのねマーティンと安田に対するねこの外のボールっていうのはね非常にねグッと素晴らしかったかなと。でまあねあの結局この試合はねもう盗塁で決め切った。だから西武はねこのカード3カードで盗塁10個ロッテバッテリーバッとでっかいバッとね10個はされすぎよさすがに。でまあねで基本的に盗塁まあ、クイックの問題とか盗まれてるとかっていうのもあるけど、まあ、キャッチャーもやらなきゃいけないことあってとりあえずちゃんと投げなきゃいけない。ちゃんと投げてタイミングセーフだったらそれはもうキャッチャーもう責任なし、ね、なぜならもう精一杯やっても来てんだったらそれはピッチャーのね間合いとかクイックとかね、とかの問題であって、あとでもキャッチャーやらなきゃいけないことはあってね、サード側にそれるのが多すぎ。でもねサード側にそれちゃうとだから皆さんがキャッチャーだとこっち側だね、ランナーこっちから来るからこっち側にそれちゃうとやっぱタッチがもうだいぶ遅くなるから、それによってねセーフっていうのが非常にね多かったんじゃないのかなと。まあ5回のね金子が走った時とかもねサード側にそれてる分ねタッチいけずっていうね。で9回ねあの金子刺したんだけどね柿沼がいい形でね、でもセカンド中村タッチ甘い、なんかあのまあ映像では確認できないけどノータッチ気味に見える。だからやっぱりあのベースの角っこにね角っこにパーンっていかないと、こうやって死に行っちゃったら追いタッチ気味でとかねノータッチになるから、あれはもうねこうやって死に行かない、タッチはベースのところに待っとく、待っといたらランナー勝手に来る、それをもう徹底してやんないと、キャッチャーがせっかくナイスタイミングで投げてるのにもかかわらずそのタッチのね加減でセーフになったらそれで盗塁阻止率が下がるでね、キャッチャーのスローイング悪いなんか言われる、侵害です。キャッチャーとしても二遊間ちゃんとしてください、タッチしに行くな、置いときゃ勝手に来るね、合言葉です。タッチはベースに置いときゃ勝手に来ます。はい、スタートで、そのだから盗塁で言えばね西武4回表源田2投3投でね中村の犠牲フライガッツね完全に盗んでね、で5回表ワンアウト1塁ワールドピッチ田村、なんだあれブロッキング、もう顔こらえなってんじゃないかよ、こうだろお前、止めれなかっても形ちゃんとしろ、なんかあんなこれお前怖いんか、お前こんなんなってほんでバーン行ってランナーファーストからサード行かれて、で結局その後山田に犠牲フライ打たれて勝ち越して、なんだこれ怖いんかお前、映像見れる方見てください、顔こんな空向いてる、なんだお前あの形、だからポロポロ後ろやるんだよ本当に、何やってんだよもうお前、バチ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 バーッとだよお前、もう俺これはもうその止めれないのはまだ仕方ないよ正直ね、そんな何でもかんでも止めれるわけじゃないし完璧じゃないからね、難しいブロッキングもある、でもちゃんとやって止めれないのは仕方ない、カワーってやろ本当情けない、しっかりしてね。まあでも結局ね西武の戦い方場合で、ね、その主力山川とか殿崎といなくてなかなか一発がね、
まあ、アウトとか出たけども、まあ、出ないっていう見方でそういった盗塁でね足を絡めてきてね足が速い選手もいるんでそれで最後三塁まで持ってきて犠牲フライで打ったりとか、まあ、相手のミス掴んでっていうね非常にねベンチの作戦的にもいい戦いできたんじゃないのかなと。逆にねロッテはこのね金曜日のね、まあ、8回ね逆転されたのが正直もったいない。2勝1敗でね、まあ、昨日の試合はねちょっと平井がね素晴らしいいいピッチングだったっていうところと、まあ、このねバイドピッチからの犠牲フライ盗塁からねっていうところで、まあ、防げたけどねちょっとねこの3連戦隙がねロッテとしては多すぎたかなと。でもあの鈴木くん今まではストレート結構強くてパワー系かなと思ってましたけど、あ昨日の試合はスライダー特に良かったですね。変化球もすごくて日曜日の試合は変化球の方がすごいいいなってイメージがついたんでそういった意味でもね、まあ、早くね一勝させてやりたいなっていうねところはピッチングを見て思いました。まあ、結果ね西武の2勝1敗で勝ち越しです。はい、続いてオリックス対日本ハム、金曜日1対2で日本ハム、そして10日、2対5で日本ハム、日曜4対4引き分け2勝1引き分けで日本ハムの勝ち越しです。まあ、金曜日はね日本ハム金子ねオリックス山岡、まあ、元ね金子はオリックスだったわけでオリックスがね京セラドームで投げ合うっていうね、まあ、面白いピッチングでしたけども、まあ、両投手ねグッと非常にね丁寧に投げて素晴らしかったんじゃないのかなと。でねオリックスの、ね、守備バッと、まあ、山岡がね踏ん張って点取られなかったから良かったけども、まあ、3回表ね宇佐美セカンド太田ね悪送球西一塁からね近藤内野安打ね、まあ、この内野安打はまあ仕方ないかなっていうねところもあるところだけどもしっかりやっていかなきゃいけない。で6回表ツーアウト1塁、ね、浅間のねレフト前で、まあ、あの打球で三塁へ行かしちゃいけないんじゃないのかなって俺は個人的に思う。レフト吉田ね。で8回表ワンアウト1塁中田のねあのセカンドフィルダー消失、まあ、ワンアウト1塁で、野村ショートゴロでねあのセカンドでダブルプレー取れず、ね、ショート大城がねジャックねっていうところもこうね2個続いて、で浅間がね2点逆転タイムリーツーベースね。まあでもねレフト線フェンスまで行ったけどもあのあそこの角度でファーストランナー野村にホームインされちゃいけないんじゃないのかなっていうところがあります。まああの現地で見てたらもっと分かりやすいんですけどその試合の映像だけだったんで、まあ、なかなかあれですけどあのレフトへのレフト三塁線から三塁行かれるのとあのレフト線奥まで行くホーム行かれるのはちょっと行かれすぎちゃうかっていうねもうちょっとスピーディーにやっていきたいなっていう感じがします。しかもね接戦だったんで結局そういったところがねあの命取りになると。でまあ日本ハムはねこの日連敗が7でストップ。まあオリックスはね二遊間太田大城ねあの二遊間の打球はね両者取りに行くっていうね。だからこのフィルターチョイスのやつもそうなんだけどどっちもが取りに行くからセカンドベース誰もいないんだよね。あれどっちかが行ってどっちかがベースカバーっていうもうちょっとコミュニケーションを取らないと両方が取りに行ってどっちか取ってセカンド空いてるっていうのが多々ある常に。だからそういったところをちょっと連携不足なのかコミュニケーション不足かなのか分かんないけども二遊間持ってやんないと多分洗い場、まあ、比べる人たちが高いから分かね申し訳ないけどもあの二人はもうどっちかが取りに行ったら絶対どっちか戻ってきたりとかそういうこのどこまでだったらどっちが取れるとかこのボールはどっちが取れるっていうのをやっぱ理解して動かないとちょっと連携不足っていうかコミュニケーション不足あそこの二遊間のねあの入り方もうちょっと考えないと両方取りに行きすぎだね。この多分まあオリックスファンの人たちはもう試合見ててくれてると思うんで分かると思うんですけどそこちょっときっちりやりたいですよね。で土曜日4月10日ねあの5対2オリックスの勝ちと下位打線グッとね、ここに来て日本ハムはね、まあ、確かに主力どころがなかなかねっていうところはありますけども、まあ、万波がグッとでここの日もねあの野村浅間万波清水石井とね下位打線が軒並み元気で、まあ、素晴らしいっていうね。でここに来てねその下から上がってきた万波選手だとかね若手の浅間選手だったりとかそういったところが活躍するとね活性化していくんでやっぱり日本ハムのねこの課題っていうのは若手の台頭なんでそういった意味でもまあいろいろね今主力が調子悪いとかっていうところもあってねいい機会なんでここでねその若い選手たちがね頑張ってくれるとね面白い、チームになっていくんじゃないのかなと。あと9回裏3点差、ワンアウト1塁で T.O. と金のセンターフライ浅間スーパーダイビングキャッチゴッツ素晴らしいあのプレーでもしあれ抜けてればまあ3点差あるけどもあれ抜けてればひょっとしたらねまだ同点になってたかもしれない逆転されたかもしれないピンチ拡大になったところをねあのスーパープレーっていうのはねこの勝ちを結びつけた、素晴らしい援護、ね、援護守備だったんじゃないのかなと。で、昨日、4対4、ね、引
き分けになりましたけども、まあ、昨日ね宮城君投げましたけども、ちょっと生命線ともいえる対右バッターのアウトコースのストレートね、今年初じゃないですかね、あそこまでコントロール悪かったのは。ちょっとね、立ち上がりもコントロール悪かったし、全部中に入っていくと、まあ、そこがねちょっと日本ハム打線が仕留めきれなかったっていうところはあるんですけども、まあ、その中でもねスライダーがね簡単にストライク取れるっていうところでね、カウントを整えることができましたけど、若干でも外のストレートが決まりきらないから、ちょっとチェンジアップがねより効果をね上げれないっていうところがね、まあ清水選手のヒットとかにもねつながった。でも清水選手のヒットゴッド、初球からチェンジアップね、センター前タイムリーね。でその後郡選手、あれもチェンジアップだったかな、スライダーなんか落ちる系だったけども、ツーベース延長、もうちょっとでホームランゴッド、ね、そういったところのこの若手の台頭がね素晴らしいっていうね。でまあ、日本はね加藤選手両コースにね丁寧にゴッド、まあ、真っ直ぐスライダーカット、カーブフォークボールと、ね、非常にね緩急もつけながらコースにね偏ることなく非常に素晴らしいピッチングできたんじゃないのかなと。その要因としてはね、見ててね気づいたのが初球のストライク率、それがね25回投げて17 68% だから約 70% 非常にゴッド、ね、もう3分の2以上がもう初球ストライク取れてるわけですよね。でそういったことによって、まあ、緩急も自在、変化球も何でも投げれる、相手はね何待とうかちょっと迷いが出てくるっていうところがね、いいピッチングにつながったんじゃないのかなと。8回107球6安打7三振無四球1失点ゴッド、勝ちつけてやりたかったですね。だからまあ昨年はねショートスターターだったりとかオープナー的な感じでね、まあ、5回投げることは少なかったですけど、まあ、僕はその時からね、まあ、オリックスファンの皆さんもね、いや2回り目になったら打たれるっていう声もあったですけど、やっぱりその大きく育てていくためには、まあ、目先の利益にねとだわるとそのでもいいのかも分かんないですけど、シーズン当初シーズン終盤にねやるんだったら分かるですけど、序盤からやられてたんで、まあやっぱり育てるためには打たれるも打たれないも長いイニングいいんじゃないのと思いましたけども、まあ今年ねしっかり長いイニングねここまで投げていいピッチングしてるんでね、ここからねどんどんね成長していってもらいたいなと思います。そうオリックス、まあ、7回ね表でまあここねノーアウト1塁で樋口のバンド失敗、2、5アウト、これバーッあそこでバンドねしっかり決めとかなきゃっていうね、まあ、でもその後でねしっかりこのワンアウト2位から松本選手ねピッチャーゴロ1-6-3ダブルプレーのはずが足立の投球はそれで取れず、あれ言ってたら普通にアウトだったり、なんかこういうところがちょっとねオリックスちょっと二遊間ポイントなのかな。ここもしっかりでその後清水タイムリーの氷タイムリーでね3点取られてるんで、まあでもねオリックス9回 T 岡田ツーアウト1、3塁からセンタータイムリー、まあ、前日の、ね、仮を返し、前日はね、頭に代名キャッチされてね、その仮を返しながら、あの胸、インコース、めっちゃ難しいところを、こう、肘たたんで、腰の回転でね、打った、あの同点、タイムリー、スリーベース、グッと。ね、あと、佐野選手もね、ホームラン、こう、力あるね、肘たたんで回転だけで、レフトへのね、あの一発っていうのも非常にね、わあ、佐野いいね、今年っていうね、まあ、まだ全体的にね打率は上がってきてないですけども、ああいったホームランもね打てるっていうところにまた一つね魅力を感じるかなっていうところもあります。ちょっとね結果的にオリックスこの二遊間の守備っていうところがね結局2敗1分けになったんじゃないのかなっていうね。まあでも日本ハムはねここ2勝1分け、まあ3連勝できたっすけどね、まあ欲を言えばね、でもまあここしっかり勝ち越したっていうところはね大きいんじゃないでしょうかね。さあ続いて楽天対ソフトバンク、9日1対1で同点、10日8対8で同点、11日、0対2でソフトバンク、ソフトバンクの1勝2分け勝ち越しっていうねところになりました。まあ、金曜日はね涌井石川ともにね完璧な投球で、まあ、相手打線にねそんな簡単に連打っていうところもね許さず素晴らしかったんじゃねないのかなと。でまあその中でね4回裏2アウト1、3塁ね、渡辺選手セカンドね内野安打、これ先制点になるんですけど、まあ、ショートね牧原ねもう打球処理に行って、でセカンドね入れずシュートがね迷ってファーストへっていうねところになったけども、あれね牧原選手も入ってないからファーストファーストとか、まあ、声出さなきゃね、その結局はさっきのオリックスのやつでもないけど、もし両方入ってないんだったら最低でもやっぱ声出さないと、入ってないよとかファーストっていうのね、でそうするとあそこで迷ったプレーもなくアウトだったことによって、まあ、先制点をね取られずに済んだっていうところもあるんで、ここはねちょっとコミュニケーション不足、もうオリックスの二遊間とね、一緒かなっていうところがねありますね。でまあソフトバンクね下位打線ゴッチ松坂井そして1番の周東へっていうねこの流れが非常にねなかなかねできなかったところができたところが良かったんじゃないのかなと。で8回裏ねピッチャー加山小深田フォアボール島内バンドファールから見逃し三振、ここバーッ
バーンとしっかりしたかったですよね。でピッチャー岩崎に代わって東フォアボール、茂木663ダブルプレー、ここいけたっすね。ここ本当の勝負、ここでねパーンっていけてたらねっていうところもありましたけど、まあ逆にねソフトバンクはねよく踏ん張ったかなと。で代わって10日8対8引き分け、これもね序盤で、この日はだから俺横浜スタジアムで解説してたけど、情報を聞いててもう序盤で、あソフトバンク勝ったなって、1回3点2回1点3回3点7対0から奇跡の8対7で逆転されて、普通は負けんのよここで。でもそこだと追いついたっていうところが、まあソフトバンクの強さだね。まあ正直ね、ソフトバンクは勝たなきゃいけない試合が負けそうになって引き分けたから、まあどっちもどっちなんだけども、まあこのね楽天は2番手の4回から西口投手、3回56球2安打4三振1四球、無失点と、これ流れ変えたね。まだまだ荒削りで甘い球も多かったけども、ストレート速い、力強いね。あとチェンジアップが低めに決まればグッとね、あそこ高め浮かないようにしていきたいね。低めに決まったらいい形で落ちるっていうね。でまあソフトバンクもね6回裏杉山ねワンアウトから2四球、まあ結果3失点ね。で津森がね結果最後浅村にタイムリー打たれたっていうね。ここフォアボールだから、杉山投手もね球も力強いし素晴らしいんだけど、この荒れてるところがね見てて怖いよね。まあはまればいいけどっていうところもあるけどね。でもそう考えると昨日のね田浦投手、あの勝ち投手に、ね、なりましたけども、しっかりね2回ね1安打1四球とまとめてね流れを作ったかなと。でまあ0対2ね、まあキーポイントはでもね4回、ソフトバンクワンアウト1塁でねグラシャルねブロッキングね、ちょっと前弾いたところをすかさず2塁へ好判断グッと、ああいうところがやっぱグラシャルの凄さでね、去年のクライマックスの時もねファーストちょろっとなった時のホームにね帰ってきたっていう、あの判断とね走塁力っていうのねグラシャル素晴らしいかなと。でその後ね栗原フォアボールで、ね、デスバイネがレフトへねタイムリーで先制っていうね、まあここね非常にまあ良かったかなと。でもその後ね中村のセカンドライナー、グラシアル戻れず、ダブルプレーバーンと、あそこ飛び出したらあかんやろ、しかもライナーなのに、そんなに慌ててどこへ行く、まあ、サードランナー止まってんのにバーンとデスバイネね。まあここでねソフトバンクは先制して、でその裏4回裏ね、この4回ね表裏がもうキーポイントで、楽天はねワンアウト満塁、鈴木大地サードゴロ、そして小郷ファーストゴロの 3-1 のプレー、中村守備グッと、でほんのね松本ベースカバーでね、小郷もヘッドサイディングギリギリだったけど、まあアウトっていう、ここでね1点取っとけばもっと流れ変わったところをね、ここ踏ん張りきれなかったっていうね、あの楽天がねここ勝ち越しっていうかね1点取れなかったっていうところが、まあ試合ね結局0対2のね敗戦になったかなと。あとね楽天安楽投手腕振れててグッとね、非常に腕振れてて、フォークもねあの角度もあり、いい高さから落ちるっていうね、非常にいいピッチングだったんじゃないのかなとね、これからもちょっと期待できるピッチングに見えましたね。でまあ松本投手ね、まあ制球ね甘い時もありましたけども、まあストレートにね力あって、まあ4イニングでしたけども、非常にねいい役割、まあ今ねちょっとソフトバンクも先発ねローテーションちょっと厳しい中で、こういったピッチングっていうところはね、まあチームにねあのこう力を与えるピッチングだったんじゃないのかなと。あとやっぱりね守備今宮グッとね、初回の2つのプレーも大きかったですし、やっぱりこのね去年パタパタっていうのも守備のミスっていうのもあったんで、こういったところで今宮がねしっかり守備で締めてるとね、やっぱこの追加点を許さない、こう接戦強くなっていくっていうねところだったんじゃないですかね。まあ結局ね1勝2分けでソフトバンクの勝ち越しっていう、ね、展開になりました。さあ続いてセリーグは DeNA 対阪神から、9日2対9で阪神で、10日0対4で阪神、11日2対3で阪神、阪神3連勝強い、10勝1番乗りでも、まあ、いらない情報ですけど、過去なんかあの10勝1番乗りしたシーズン3回あるらしいですけど、全部2位らしいです。あ、いらない情報なんですけどね、すいませんちょっと小耳に挟んだんで。でもその3回は全部なんか巨人にまくられてるらしくて、まあ別にね3回しかないんでそんな大したデータじゃないですよ。まあ今年はね違うところを見せてトーンってね行ってもらいたいですよね。で金曜日の試合ね、藤浪ちょっとね腕が下がってきてコントロールが不安定になったんじゃないのかなと。立ってる時はねいいんだけど、ちょっと腕が下がってくると抜け球引っ掛け球がね非常に多くなるんで、このね腕の角度の違いをねファンの皆さんを見とくと、この藤浪のね調子の良し悪しがね分かるんじゃないのかな。ちょっとね序盤下がり気味だったですね。で縦から出てる時っていうのはやっぱこのねラインが出ていいあのピッチングにね見えましたね。でまあでも3回裏ね宮崎選手にラストボール、
外の、ね、ストレート見逃し、これはね、いい形で上から出てたのよ。それまで下がってたけど、いい形で上から。ここね、ちょっと今度ね、藤浪投手の、まあ、この試合のね、映像がまだ見れる方はね、見ていただいて、まあ、次回の登板ね、この腕のね、この角度っていうのを見てもらえるとね、この調子の良し悪しがね、分かるんじゃないのかなと。で、DeNA、初回、ランナー2塁、近本、完全に盗まれて3投、キャッチャー投げられず、で、ワンアウト2塁ね、大山、冒頭でランナー3塁へ、で、センター、犠牲フライ1点。で、ツーアウト満塁で矢本に押し出し四球、計算失点、バーッとほぼ自滅に近いです。で、藤浪ね、前半コントロールね、サードマルズバタバタしたんですけども、まあ3回裏ね、浜口フォアボール、関根レフト前ね、柴田バントで牧フォアボールとね、ツーアウト満塁になって、まあ佐野のね、ライトフライ、ここね、佐藤君がスライディングキャッチして三塁ランナー浜口タッチアップしない、バーッと、あそこはタッチアップでしょ、なぜって。だからピッチャーもやっぱりそういうね、簡単な、野球選手だったらできる簡単なことをやっていかないと、結局ピッチャーとして自分で自分の首を絞めるよね。で、その後ね、この宮崎をね、外のストレートで見逃し三振して、まあ、藤浪がね、ピンチを脱出するんだけども、ここはもう、ここも DeNA の攻めが雑だよね。で、6回表、佐藤君、場外ホームラン。やっぱ甘めの半速球ね、一番強いね。ちょっと真ん中気味に入ったカットボール、スライダー。まあ、戸柱もね、多分インハイに投げさせたかったんだったら、もっと打ち寄らなきゃいけないし、画面上見たら、なんか構え、真ん中の高めに構えてるように見えたから、でもすごいね、あの、初サブレのところを越えていってね、なんか情報によると、あそこを外野に越えた選手はいないっていうね、でもまあ、パンチ力とね、バッティング、飛距離、素晴らしいな、ガッツ。ね、まあ、藤浪選手ね、あの、仕上がりにね、調子良くなり、今季初勝利。ガッツね、序盤ちょっとね、この角度気になりましたけども、で8回裏ね、木浪ショートゴロファンブルで飛んでる2つのエラーで、土曜日からスタメン変わります。中野選手グロープス、守備も無難、バッティングもいいね。昨日もだって4打数3安打1打点。これね、イバスさんがね、あのテレビ大阪でイバスさんと僕と川上健信さん3人でなんか阪神のことをする討論かんっていうか、なんかトークしたんですよね、番組で。で、このイバスさんが、中野がめちゃくちゃいいって言ってて、だめちゃくちゃ期待してるって言ってたら、やっぱイバスさんもグー、誰にグーしてんねんっていうね。でも中野選手はこれもレギュラー取って、これ中野選手でうまく回ったら、もうミスも少なくなってエラーなくなったら阪神最強になっちゃうんだよこれ。で、このね、 DeNA 対阪神戦はね、もうそもそも DeNA に言いたいことが山積み。10日0対4で阪神の勝ち。ここでね、セ・リーグ10勝1番乗りっていうところになって、まあ、阪神はね、青柳ツーシームはね、非常に良かったかなと。まあ、左打者にはね、8割外のツーシームね。で、ただね、7回裏ワンアウト1・2塁でね、ピッチャーゴロね、このランナー1・2塁よ、ピッチャーゴロ、後輩だから強火に言うよね、帝京大学のピッチャーゴロ取って、なぜランナーがいないサードを見た。もうあれは、あの見方は1・3塁で取って3塁目を殺してダブルプレー取りに行くっていうプレーだ。でもね、3塁ランナーいないのよ、わかる。ピッチャーゴロ取ったらすぐさまセカンドだろ。なぜピッチャーゴロ取ってサードを1回見た、誰もいないのに。で、結局よ、ダブルプレー取れるんですよ、バン。ちゃんと覚えとかなきゃ、もう帝京大学がちょっとって思われちゃうじゃん。で、まあね、ここも7回裏ね、ノーアウト1・2塁からこのね、上里のバント失敗でね、3塁アウトになってんだよ。だからこのね、三塁アウトになってることがなってないと思っちゃったのかなっていうぐらいすごいびっくりなプレー。でもこういったところは DeNA はこうバンドもちゃんとしてなきゃいけないし、失敗してね、得点機をね、逸するっていうね。で、まあ、あの中野選手ね、さっき言ったようにバッティングもね、守備もね、非常に無難にね、こなしたかなと。で、 DeNA ここからがね、もうあの DeNA に勝つです。まず最初、青柳左バッター8割型アウトコースへのシュート系ツーシームしか投げないのに、誰も対応しようとしません。踏み込んでいくわけでもなく、それを対応するわけでもなく、全くチームとして対応しようと思えない。もっとベンチが動かなきゃ、その左バッターへのほぼアウトコースツーシームだよと、もう8割方それだよと、もうそれ全員で狙っていこうよっていうぐらいしないと、正直無策に見えましたね。で、あと9回表ワンアウト2塁サンズね、ピッチャー平田スリーボールになった時点で敬遠でしょ。いや、まあ最初から敬遠しろとは言わないですけど、スリーボールで解説してて、あ、もうこれは歩かしですね、次のバッター佐藤選手で、まあここは1点取られるのも5点取られるのももうこの流れで言ったら一緒なんで、まあここはもう敬遠ですねって言ったら勝負して、でスリーワンからど真ん中に投げてホームランバーッ。でもここでね、
勝負ありだよね。でワンアウト2、3塁になって、中野選手の、セカンドゴロ、田中選手無理やりホームスロー、完全セーフ、もう取った時にはベースイン。無理やって分かるっしょ、そこも無駄に勝負するとこでもないし、まあ、チャンスあるんだったけどもキャッチャー取った時もベース超えてるんだよ。だからもうちょっとね、その金曜日の試合もそうだけども、で、まあ、日曜日の試合もそうなんだよね。結局3対2でね、阪神がまあ1点差をね勝ち抜いたんだけども、初回ノーアウト1塁で、まあ、マルテがね3、2から見逃し三振して、しかしこの1塁でね、まあ、近本、糸原に完全に盗まれてダブルスチールね、もう3塁近本ラグラクセーフでね、ワンアウトに3塁になって、大藪のねあのショートゴロ、大和悪送球、もう野球が雑です。この3試合見てて、もう DeNA は野球が雑です、全体的に。で、まあ、あの土曜日の試合もね、池谷3盗塁、盗塁に盗まれすぎで、まあ、9回4盗塁もされてますし、まあ、この3試合でね7盗塁されてます。だからバッテリー含めてこの警戒しなきゃいけないところを警戒しきれず、クイックとかいろんな問題あるんだったらもっと早く修正しなきゃいけないし、ベンチの指示もあるのかないのかよく分かんなかったし、ちょっとね DeNA 無策っていうような感じがこの3試合ではねかなり見えましたね。だからもうちょっとベンチも動きながら策練ってチーム一丸で戦っていかないと、そのねオースティン外が来てバンザーイだけじゃやっぱ1年間通して勝つ時は勝つけど、接戦の試合で勝ちきれなくなるんで、もうちょっとベンチはね、動いた方がいいんじゃないのかなっていうようなね試合展開に見えました。しかし阪神強い、3連勝10勝1番乗り、おめでとうございます。さあ続いて中日対ヤクルト、10日2対2引き分けで、11日2対1で中日、1勝1分けで中日の勝ち越し、まあ、こちらね2戦しかなかったんで、10日はね本当に見応えのあるナイスゲーム。ヤクルトはね1回裏2アウト1、3塁で雨のねセカンドゴロ、山田ファンブル、タイムリーエラー、ここバッ、まあね、ちょっと下半身のねコンディション不良っていうのもあるけども、やっぱりああいうのはねそつなくこなしていかないと、そんな難しいねボールでもなかっただけにね。でもしかし4回表村上レフトへツーランホームラン、こっちにレフトに大きいのが出るとね、ちょっと復調の兆しかっていうねところは感じますよね。でもキャッチャー中村ちょっとバタバタしてるっていうね。5回裏ワンアウト1塁でね盗塁セカンドワンバウンドでね悪送球で、6回裏、無視1塁でねワイルドピッチ、フォークをね手だけで取り、手だけで取りに行ってね、反らす、こうか手だけで取りに行ってね反らす、あれ体でいかないとね。でノーアウト2塁になって、ここね平田気持ちで出た進塁打打とうと、でも着払い気味の三振、バッここは進塁打打たなきゃね。で2アウト1塁になって福留ライト前ヒット、ヤクルトがかなり超前進守備で本塁突入をね防ぐっていう、あれはベンチの策も含めてグッとね、めちゃくちゃ前来てた本当で。8回裏ノーアウト1塁、代打滝野バント失敗キャッチャーフライでね、ここダイソー高松2塁へタッチアップグッ、ああいうところね隙なく、まあもちろん滝野選手のバント失敗はバッとなんだけども、その失敗を補うこの高松選手の2塁へのタッチアップ非常に良かったですよね。でまあ、6回裏ねちょっと前後しますけど、ノーアウト2塁でね雨のセンター前同点タイムリー、あのスライダーねめちゃくちゃ難しい球をねうまく拾ってねグッと、まあ、同点っていうところでね最後は決着つかずっていうところでしたけども、まあいろいろね、まあ、複雑な要素もありましたし、バットポイントもありましたけども、まあ、見応えのあるね試合だったかなと。で11日2対1でね中日、まあ、小笠原選手ね低い制球グッと、まあ、コースにもねしっかり投げれてましたし、まあ、1回の表ねこのね村上選手とのね対戦というのが非常に面白かったかなと。まあ、1回の表ね村上選手にスライダーでね三振取って、4回の表はねカットボール空振りからのあのカーブでね見逃し三振で、今度ね外攻めてたんで、6回表にはねこのインコースのシュートでねセンターフライっていうね、巧みなねこのコントロール術でね抑えたなと。しかしこのね村上選手をただじゃね起きっていうところで、9回表セカンド内野安打ヘッドスライディングガッと、もう村上キャプテンでね前ファーストからねセカンドへのタッチアップもあったし、あの必死さでやっぱこのベンチでの喜び方っていうね喜怒哀楽の出し方、闘争心非常に全てにおいてね若いのにもうリーダーシップも取れてるし、俺はもうヤクルトね村上キャプテンぐらいのねあの気持ちでやっていってもいいんじゃないのかなっていうね素晴らしい野球のね姿勢に見えましたね。でまあ9回表ねワンアウト1、3塁西浦サードゴロ、高橋ホームでねホームグッスロー間髪入れずにねホームに投げてタッチも完璧でね、あちょっとなんかあったらねセーフになったところをねしっかりピンチをね、積んだかなと。でまあヤクルト田口もね緩急つけて非常にねいいピッチング、ストライク先行でもねできてるし、うまく緩急つこながらストライクに投げていくっていうところがね、まあこういうピッチングしてるとねまあ勝ちは必然についてくるんで、まあでもこちらもね見応えのある試合だったかなと。まあ中日対ヤクルトね1勝1分けで中日の勝ちです。はい、さあ続いて最後広島対巨人、9日2対0で広島、10日4対2で広島、
そして11日9対0で巨人2勝1敗で広島の勝ち越しになりましたけども、まあ、巨人ね9日菅野故障明けね復帰登板というところでやっぱり立ち上がりね難しくてちょっとねバタバタしたって本人もね言ってましたけど、その中でね菊池鈴木誠也のねホームラン2発っていうところはグッと素晴らしかったですね。で巨人2回ね岡本フォアボール、大城レフト前でね重信バンドの構え見せるもライトフライで、吉川ピッチャーゴロの隅田にレフトフライでね、ここまあ巨人打線が好調だったらいいんですけど、最近そう点も取れてないし好調じゃない、しかも2点差で大瀬良投げてる菅野、ここバントでよかったんじゃないのかなと、さすがにちょっと強行だった、しかも2回ねで2点も取られてるし早めにね最低1点でも返したいっていうところで、まあ9番ピッチャーまでに行くっていうところの懸念はあるかもわかんないですけども、まあバントでよかったんじゃないのかなと個人的に思います。で広島ね大瀬良甘い球多くね、制球もね、ちょっと苦労してたなっていうね、感じがしましたけども、まあ6回104球ね、6安打6三振、1失球無失点とね、まあ、状態悪くてもね、しっかり結果をね、出して試合を作るっていうところはまさにエース。グッド。ね。で、まあ、巨人打線はね、ちょっと打ち損じがね、多かったかなっていう感じがしますね。で、7回ね、ピッチャー森浦、広島ね、代打石川フォアボール、で、広岡フォアボール、菅野バンド、さすがにグッド。で、ここら辺のバンドはね、さすがですよね。でワンアウト2、3塁になって北村ライトフライ代打ね、で坂本敬遠して梶谷ショートゴロ、まあ、ここがラストチャンスだったかなと、ここでねやっぱ去年の巨人だったら決めきれてたかなっていうところでね、決めきれないところが、まあ、勝ちきれなかったですね。で9回ね代打亀井三振でね、代打の勝木センター前ヒット、ここでねしっかりね活躍しておくると自分のねその起用ポジションっていうのがねどんどんいいところに上がってくるんじゃないのかなと。で最後はね坂本463ダブルプレーっていうところでね、まあ結局は完敗っていうねところでしたかね。でもチャンスあったですね巨人もね。で10日4対2で、ね、広島っていうところで、まあ1回表ねワンアウト一塁梶谷のこのねピッチャーセカンドへの悪送球、まあここね無理しないでファーストでよかったんじゃないのかなとね。でワンアウト1、3塁になってサードゴロ、セカンドへ悪送球、タイミング的にダブルプレーは無理だったかなとね。そう考えるとよ、三塁ランナーの坂本の位置的にここホームで良かったんじゃないのっていうね、サード阿部バーンとあそこダブルプレーじゃなくて多分無理だったと思うね、タイミング的には。だからもう坂本もねちょっとこう見ながらのホームだったんで、あそこはホームに投げてワンナウね点をやらないところで良かったんじゃないのかなと。しかしよ、阿部選手もミスあったけど、こっからがねさすがなのよ、結局4打数3安打1打点グッとね、こういったところでミスもあったけどそれをバッティングで取り返すっていうね、阿部選手グッと素晴らしいですよね。でまあ4回裏ねワンアウトから葉月振り逃げね、住谷銀次郎ね止めれたはずですね。その後栗がね送りバントして菊池のねライトタイムリー、このねインコースのストレートね、このそんな簡単難しいところこの内から出してねライト前、まあ、菊池選手らしいヒットね、グッとね。でその後ね盗塁して阿部選手ライト前ヒット、グッとね、非常にいい形のね攻め、まあゲーム振り逃げからのランナーなんでね、巨人はねちょっと痛かったかなと。で栗選手ねツーシームスライダー、このコンビネーションがね本当今年非常に素晴らしい。でジャイアンツもね3安打、まあ3安打じゃ厳しいですね。まあそういったところで広島が2連勝して、昨日9対0で巨人が完璧ね、岡本選手に今季初ホームラン、グッとね、増田選手ツーラン、グッとね、非常に素晴らしい。まあ正直9対0なんで解説するポイントがほとんどないんですけど、試合見てても巨人のいいところばっかり永遠見ました。今まで投手がね完投したりとか、まあなかなかね難しかったですね。まあここはもう感想ベースになります。見てても特にこれっていうのもなかったんで、まあ結果、2対2勝1敗で広島の勝ち越しになりました。さあということで、あ申し送り、次は阪神は広島と、そうっすね、申し送り事項ありません。もう40分以上話したんで疲れました。今日申し送り事項ないです。もうそこまで頭が回りません。しかも考えてなかったんで今日申し送る事項ありません。一言言います、全チームファイトです。さあということでベストライン発表します。先週のベストライン、パリーグからピッチャー滝中、楽天リベンジ成功、キャッチャー田村、打つのはいいけど盗塁されすぎ、ファーストロッテ山口、初ホームランで俳句、佐々木も読みます。若桜笑顔満点初ホーマー、どうですか、プレバトいけませんかね。
セカンド楽天浅村、常連組。サードソフトバンク松田篤人。ショートロッテ藤岡。エチェバリアに負けるな。レフト西武愛斗。ラブセンター楽天辰巳。ねえ牛とらう辰巳。センターソフトバンク栗原。マロン栗だけに。 DH ロッテマーティ。イエスマーティ。ちょっと今回は親父ギャグ入れてみました、ダジャレ的に。さあ続いてセリーグです。ピッチャー広島森下プリンス。キャッチャー阪神梅野。福岡大学ファースト DeNA 牧。浜の若大将。セカンド阪神糸原。インコース打ちうまい。サードヤクルト村上。もはやキャプテン。ショート阪神中野。レギュラーダッシュ。レフトヤクルト山崎。レギュラーダッシュ。センター中日大島。佐々木の期待に応えてください。ライト広島鈴木誠也。選手紹介のビジョンが最高。皆さん確認してみてください。特別賞セリーグあります。巨人今村3年ぶり完封グッド。さあということで今週の月曜日も佐々木チェップこれまでです。もう疲れました。さあ明日からね、まだどういう戦いになるのか、まあセリーグはね10勝1番乗り阪神でしたけども、パリーグはね10勝1番乗り、どこのチームになるのか。楽天がね今10勝1番乗りへあと1つでね、っていうところで、次戦は確かロッテ戦だね。またロッテはね岸にやられるのかどうかね、岸はまたロッテをカモにするのかっていうところはねさらに注目ですけども、皆さんがね応援してチームまだねどうなるのかっていうところで、まあ最後に皆さんねチャンネル登録とグッドボタンがね佐々木のやる気の源ですからね、皆さんお忘れずにっていうところで、今週のプロ野球も要チェック。